唾液検査を特別なものとしてしか扱いたくなくて、芝の治療をする前にレントゲンを取るとか、まあ、それと同じような口の中を把握するために、当たり前のように唾液検査をしたいっていうちょっと思いがあって、今までその唾液検査っていうのを受けておられる方っていうのはあまりなくて、虫歯と歯周病と口臭が分かるので、特にそういった気にされてる方っていうのは、あ、売りになりますよ、うん、で他の院でやってないですから、うん、ですからうちは唾液検査をしてくれる、うん、で唾液検査の結果からこれがいいですよって進めてくれる、うん、やっぱりいろんな資料があるから話ができる、うん、出しが増えますので、まあ、コミュニケーションすごく取りやすくなってきますね。ディスブっていうアクションがあるっていうところですよね、うん、まあ、そこが、まあ、受け身の検査との違いだと思います。実際に歯周検査したりブラックコントロールをするんですけども、それはあくまでも患者さんが参加してるんだけど、こっちが主導でやってるがために、結果を見ても患者さんがこうなんとなく距離感があるように感じるんですよね。プラスその客観的な検査、唾液検査を踏まえると、非常にこう相関している、相関性があることがあるんですね。こう両方をお話しするとグッともう関心度が高まってます。簡単ですから、本当にクチュクチュペッてやるだけ、やってちょっとやるだけですから、でそれであと5カットっていうか、5分間待ってれば結果出てプリントアウトするって感じですから、もうそれは培養型のことを思ったら全然大事です。唾液検査をしてたんですけども、5分間唾液を出し続けるっていうのはやっぱり非常に抵抗があったと思うんですけども、そういう意味ではたった10秒で唾液が取れる、本当に5分後に分かるから今の結果なのよねっていう意味の食いつきがあるんじゃないかなと思ってます。アークウェイの唾液検査っていうのは導入するのには費用ちょっとかかりますけど、でもランニングコスト自体はそんなに高いもんじゃないから、で簡単だし、だからスタッフもとにかく全然問題なくスッとやってくれますね。全員がそのセルフケア用品を通じて、患者さんと関わることになっているので、スタッフも自主的に参加してくるような委員形態になったんですよ。足の幅が広がるんですよね。だから患者さんとのコミュニケーションツール、まさにコミュニケーションツールで、ただ単に、あ、ここ悪いですよ、これ削りますとかじゃなくて、じゃあその背景に何があるかとか、ありきたりな検査のデータとかだけではなくて、そこにもう一歩その唾液っていう風な要素が加わることで、ちょっとそれでも患者さんの気持ちは動く場合もあると思います。